2024年春開業予定の北陸新幹線越前武生前でのおはようございますです。越前武生駅前にズームイン。はい、ここの立派な信号とかついてますが、もちろんこの中のね、駅前のロータリーに入ってくる車などはなく、今年のね、3月にこの開業した道の駅ではございますか。道の駅、こっちが道の駅なんですよ。こっちは新幹線、北陸新幹線の駅で、その目の前が道の駅になっています。こういう開業前の新幹線の駅舎に来ることができてますね。ちょっと貴重なことですよね。押してください。すごい。なんだろう。やっぱ動くんだ。ここですね。さっきちょっと見てたんですけど、よく見たら瓦を使ってあるんですよ。石でできてるような、石てか焼け物でできてるような感じです。すごいな。なんかこの辺ね、瓦が有名なんでしょうか。今正面に映ってるのは道の駅武生で、画面この後方に映ってるのは JR 越前武生駅でございます。はい、現在地は福井県の越前武生の道の駅で、この越前武生新幹線の駅が、開業する予定のところにいますね。でここはなんとバーベキュースペース、なんと新幹線の駅に、駅の前にバーベキュースペース、バーベキュースペースですよ。バーベキュースペースがあると、すごい開放的なバーベキュースペースがある。ははここになんかね、炭を入れるんでしょうね。手ぶら楽コース、大人2500円、若狭牛ポーズ、大人3500円、場所貸しコース、大人1名900円。これ自分で持ってきて、材料を持ってきて、ここを大人1人900円で貸してもらうこともできるのか。そりゃ便利だな。はい、今朝のご飯は昨日買った越前そばを作ってみようかと思います。お好みの硬さ、これそばつゆ取れるんじゃないかな。弱火でも火止めててもいいと思うんですよ。湯切りします。はい、越前そばできました。ちょっとね、薬味がないんで、ネギとかあったらよかったんですけど、見た目は悪いですが、それなりに美味しそうです。それでは、ではでは、越前そばいただきます。うん、普通。このですね、星のルビーかなんか知らないけど、福井産ミディトマトって JA 福井県グループがあったんですけど、これね、昨日一つ食べてみたんですけど、くっそめちゃ美味しいんですよ。甘くて、でこれで150円か160円ぐらいだったんで、隣に、そのすぐ横に熊本県産のミニトマトっていうのがあったんですけど、絶対なんか僕、熊本の人なのに言うの申し訳ないですけど、これめっちゃうまいですよ。福井でこのトマトあったら絶対この星のルビーだ。これ絶対いいですよ。これはね、もう野菜じゃなくて、もうこれはフルーツですよ。うん。念願の、焼き鯖寿司ゲットです。セリアに行って電池とかちょっとティッシュペーパーがなくなったので買ってきました。今から行く道の駅
はあのレッサーパンダで有名な道の駅、あの焼き鳥の秋吉、ここでね、なんですか、サバ寿司とか出すそうです。これもここから水かお湯が出るんでしょうね。今ね、メガネが有名なんですよ。世界に誇るメガネフレームの三大生産地の一つ、福井県は特にメタルフレームで世界最大の生産地で、福井県のメガネ枠は製造は全国シェア 95.8%。 すごいですね、発酵もみ殻は高い、すごいですね、もみ殻まで商品になる時代がやってきたんですね。はい、先ほど買ってきた鯖寿司ですね。先日道の駅大井原発のとこで買った鯖寿司よりもちょっとでかくてですね、美味しそう。じゃあ、まあ、ちょっとこのずれてるやつからいただきます。うん、美味しい。でもやっぱ福井県サバ江市で食うサバ焼きサバ寿司は美味しいです。あのこれすごいですね、もう知らなかったのが、サバ寿司ってこのシャリっていうのかな、もうここにはこれ生姜なんですよ、生姜が入ってて、これね、で間になんだろう、あのお寿司のあの何寿司、あのちらし寿司とかに入るそういう具材が詰まってるんですね。はい、ちょっと、ね、シートがお醤油で汚れちゃったら嫌なので新聞紙を引きました。なんか顎関節症になりそうなぐらいボリューミー。やっぱ普通に来てよかったーって思う。逃げないんですよ。今夜の12時半なんですけど、あの歯を磨いたらツバメがやってきて、よいしょ、はいはい、では寝ましょう寝ましょう。お、すごい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 、その雨がすごい。はい、では皆さんおやすみなさーい。ちゃんちゃん、おーすみません、おーすみません、おーすみません。